え皆さんおははよよううございままます、えー、ゆうべはあーよく飲まれしましたでしょうか残念ながらねあの、ここで皆さん飲んでおられたんで、あの広島の街であ,のあまり飲んでいただけてなくてですね <laughs> いやあの、ちょっと半分残念な気がするんですけども、えー、でも、あの多分街中にも出ていただいた皆さんもいらっしゃるんじゃないかと思ってあの、ありがとうございます。 それで今日はですねこの2日目の第1セッションということで、朝8時から一番きついセッションなんですけれども、テーマが里山資本主義とローカルアベノミクスと、ふるさとの現場から描く日本の形ということで、ですね地域の在り方ということですよね、これについて議論しようということで、まさにこの G1 の地域会議の中心テーマと。 なるような話じゃないかなというふうに思いますので、ちょっと気合を入れてスタートしたいと思うんですが、えー、それでですねあの、皆さんももちろん大変、えー、この勉強家の方なんで、方々なんでですね、オーディエンスも、まあ、よくご存知だとは思うんですが、えー、里山資本主義とか、ローカルアベノミクスとか、 これが一体そもそも何なんだというのがですね若干はっきりしていないところもあるのかなと思いますのでえ冒頭、少しその辺んのお話を兼ねてですねえそれぞれご専門なのでえお話をお伺いできればと思うんですがまず平先生から平先生、実はですねえ広,島か隠れ広島関係者で お父様のルーツが広島にあるということで,です、ね、我々も大変嬉しく思っているんですが平良先生、えー、ご承知のように内閣府町人仕事本部でまさにこの ローカルアベノミクスをです、ね、推進をされておられた中心的立場におられたのでそのローカルアベノミクスとは何かというところからです、ねはい、少しお話しあ、はいたまずアベノミクスはです、ね、もう20年間日本の経済凍りついててこれなんとかしなきゃいかんとで、まあ、人口も減るし高齢化もするし国際競争も厳しくなるし財政再建もしなければいけないしデフレも長く続いているし若い人もなかなかチャレンジする気がいないしというかなり構造的な問題があって。 じゃあどうするかとで、まあ、その一つ一つの解決というよりは経済に効くやつは全部やりましょうということで財政政策金融政策成長戦略とでそれをマクロ経済の司令塔を作って一気に投入するというのがアベノミクスで。 で結局、第1の矢が大胆な金融緩和、第2の矢が機動的な財政政策、第3の矢がです、ねえー、民間が投資をしたくなるような成長戦略というふうになってです、ね、まあ、これ、3年ぐらい前から始めました。でまあ、金融はまあ速攻性がありますねと で財政政策も政府はお金使いますから、まあ、これ、結構効きますねと、で成長戦略は、まあ、自由貿易の推進ですから TP、TPP、このあと ASEAN プラス3、6、あと規制改革、一番のコアがトック、でこれ、ちょっと時間がかかりますねと、で合わせて、ですね、えー、例えばちょうど日銀総裁が政権に取ってすぐ交代のタイミングがあったとか、東京オリンピック・パラリンピックの招致が成功したとかですね、あと、原油がですね下がったので、円安のそのいわゆる 負のダメージがああまり顕在化しなかったと、まあ、あったたといいろろわけです。で去年の春ぐらいに、まあ、アベノミクス結,、まあ、結構効いてるけどなんか効いてるって言ってもいいの東京だけじゃん株持ってる人だけじゃんとグローバル経済につながってるグローバル企業だけじゃないかという批判が出てきて国会でしたたり効果があるのかないのかみたいな議論になりましたでしたたり効果は私はあると思いますがやっぱりあの拠点が国際化してグローバル展開になってますので なかなかその昔のようにですねきれいな形で見えにくいし時間もかかるとでそこで出てきたのが地域経済にフォーカスを当ててもしくは中小企業にフォーカスを当てて追加的な政策をし,しなければいけないとで出てきたのがアベノミクスから追加的な政策としてローカルアベノミクスという考え方が出てきてこれ伊藤達也さん あの前元金融大臣の伊藤達也さんが主導してやったと、でこのローカルアベノミクスって、地方経済をフォーカスしたときにいや、そうは言っても、なんか人口どんどん減っちゃってるんで、経済政策だけじゃどうにもなりませんよねということで、その人口減少といったところと、そのローカルアベノミクスっていうのが、まあ、一体的な政策、パッケージが必要だということで、出てきたのが地方創生と、大体そんなところです。 えー、ありがとうございましたあの地方の立場から見るとこの地方を一生懸命やってるんだけれども、えー、どうしようもないところがあ,あってそれはまあ人口の問題というのは結構大きくてで、まあ、今回、地方創生の中で東京一極集中の是正っていうのを国として初めて打ち出してくれたんですよね、これはすごいことだなと思ってまして僕らずっと求めたんですけどそれ言わないだろう、国はと思ってたら。 こう言ってくれたんで,で、すねこれはすごい画期的なことだと思うんですよね、本当、ありがとうございました <laughs>、はい。じゃあ続い、続いてですね、あのまあ、ちょっと順番はあれなんですけれどもあの、里山資本主義ということで、ですね、まあ、なんといってもこの里山資本主義を大きく提唱された、茂、えー、谷さんに、ですね里山資本主義とはなぞやというのをこう少しご紹介いただければと思います。ははいい、えー、おはようございますあの昨日の夜9時前に 静岡岐阜で登壇したときまして、この後、今度は大分の木築に行って話をしなくてはいけなくてですね。あの途中で広島にあの皆さん自慢にちょっとだけ顔を出させて偉そうな顔してるという。本当に申し訳ございません。あのただ。まあその報いで。だから、この素晴らしい天気の広島を楽しめない。 まあ僕広島ファンなんでちょっと今広島に来ると寂しい思いがしてですねあ,あ広島野球のですね昨日もうんちゃんとなんかもうその話になってしまってですねお互いに落ち込んでしまってますがどうでもいいんですがあのえっと楽しんでおりますえっと佐藤山俊一ご存知の広島の方はご存知だと思いますが広島初の概念です NHK 広島放送局が作った佐藤山俊一シリーズという中四国中国五県でやっている番組シリーズ。 が発祥でございまして私はたまたまそのディレクターの知り合いだったためにその前番組シリーズ6回あったんですがに出ていたと、まあ、そういうことですでその後ですね特別版というのがあって石見銀山でですね BS 放送でやったんですがそこにずっと生で出演いただいたの星野さんです。そうですありがととううございました、えっと そのまあ、あの地方地域振興の仕事をしているので、のお,まあ、お手伝いというか、味データをしているので、どこにでも顔を出すんですが、里山市のシーが非常に刺激的でした、えー、この全国の中でも特にその高齢化が、が過疎化が厳しいのが中国産地でありまして、広島県内の山奥というのはすごい状態なんです、えー、よそから来た方はご存じないと思いますけど、この大都市の横にです、ね、日本有数のツキノワグマの巣があります。 え月のアグマは関西にもほとんどいませんし九州もほとんどいないし四国は絶滅寸前なんですがこの広島の山奥はものすごく山が深いために実は月のアグマが猛威を振るっております、まあ、やどんどん増えてるというかほんと珍しいんですがイノシシも鹿ももちろん増えてるんですが実は大自然と隣り合わせの町ですそそそれで、えー、そこでこの 非常に高齢化した地域の人たちが、おじいちゃん、おばあちゃんたちや若い人が、実は元気にやっている、最新の動きが先に出てきて、先に腐って落ちたところに先に新しい芽が吹くということで、の山の中のものを生かして楽しく暮らしている人たちがいるというので、里山資本主義シリーズという番組を作ったんですが、そのやっているうちに体験的に出てきた言葉が里山資本主義です。ポイントはまず資本主義だということです。里山にはその自然を生かして、資本主義じゃない生活をしている人もいるんですけれども、 実はこれ、里山資本主義でございまして、あの資本主義の一形態だと思ってください。だからあの、むしろ里山で暮らしてる人からこんな名前付き上がってって怒ってる人もいます。えー、つまり資本主義だということは、あの企業にも乗れる余地があるということです。で、事実、それをやって、というかそ、それはそのもう大昔から実践しているのは星野リゾートだと思うんですが、えー、もう一つはですね、あの里山資本主義の反対はマネー資本主義で。で <laughs> マネー資本主義っいうのはすべて100%お金でやるんですね、でその反対は100%お金を使わないで違います、あの100の反対は99でして、皆さんご存じかと思いますけど、全否定の反対は部分否定なんですね、里山資本主義はマネー資本主義の部分否定です、あの全否定ではありません、部分否定ですね、100お金だけで暮らしている都会の生活、金がないと何一つ食えない生活に対して、2とか3とか場合によっては十ぐらい金なしで調達しようぜと、組み合わせようと。 えと肉と米しか食わない人がいるとすると野菜食いなさいっていやあの野菜だけじゃなくて今朝皆さんあの山ふぐ食,、ま、食べましたか食べた人少ないですよねあ山ふぐ食べた人あのこれが里山塩し義ですあの <laughs> こんにゃくカロリーないんですけどでもですねあのカロリーがないにもかかわらずなぜこの決して食えた国ではない日本で延々と受け継がれてるなぜかやっぱ体にいいんですね、えー、それでその決して食った気がするからだけで作られてるわけではないですね、えー 肉とかかばっっり食ってないで野菜食べよう野菜だ,えだけじゃなくてこんにゃくみたいなものも食べようでそれをこんにゃくだけ食って生きていきなさいという主義じゃないんですねこんにゃくも合わせましょう山にある木ですとか耕作放棄地とか、えー、金に全くなってない、えー、退職者とか。 マネー経済から見ると無価値なものをも組み合わせると逆に相乗効果でもっと価値が出るよということをまあ工夫する主義であります。えー、ということであのこれが全国におかげさまでその同じことをやってる人に今広まって政策用語にはならないんですが大変いいことでこれはやっぱり国が言うことじゃないあの平さんよく分かっていらっしゃるんですけども。 かたやラベノミクスという言葉があって、かたや地元にはその俺たちは里山のあるものを組み合わせて、都会人よりもずっと少ない金で楽しい人生を送っているという人たちがいて、お互い違うことを言っているようで、実は中間が大きく交わっているというのが、里山資本主義の世界だと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あの要するにこのお、それこそ原始の物々交換社会に戻ろうというのではなくて、えーまあ、一定の,この、もちろん貨幣経済を前提とした今、日本の社会の中で、 いろんなものを活用しながら、経済合理的なあのお小さなこのお経済圏っていうんですかね、それを作るっていうようなイメージでいいですか、ね、渡辺、はい、ですが、重なるところで言うと、ですねあの小さな経済圏、地域内の経済循環を増やしましょうと、エネルギーを全部買ってると、地域の稼ぎの多くが実はアラブに行ってしまいます。 で地元の木を燃やせるだけの木があるコミュニティは木を燃やすことにより、まあ、今日うは茨城さんがいらっしゃてますけど、岡山のマニアの場合は、あの木を製材所はたくさんあるもんであの、製材所はたくさんあるからなんで、30個も残ってるので、人口5万の町に、これ、珍しいんですが、そこで、副産物で出てくる木くずを主に燃やすことで、95%地元産の木で,です、ね、1万キロワットの発電に成功しました、その結果、人口5万人分の電力は完全に自給できています。あの これあの間違えちゃいけないんですがそのために木を切ってんじゃなくて副産物で木があるんですけども、えー、そういうふうにです、ね、あの小さな地元の経済の循環を組み合わせることで間庭市がアラブに払ったりしてるお金が激減するわけですねそれが必ず地域経済を温めるだろうとそういうふうなことが里山資本主義ですまあすごい細かいことを言うと私が講演する時に結構お金もらわずに米もらったり洋服もらったり <laughs> カバンもらったりしてですね物々交換なんですけどこれ変な話ですけど同額以上の金銭をもらってただ貯金するよりもよっぽど経済循環になるし私自身も楽しいんですね なるほどそういう里山資本主義であります。皆さんに至ってはもらうどころか払って広島の経済だけで循環させているということで、<laughs> これも実はよく考えてみると里山資本主義かもしれないです。ありがとうございます。まああの例えば国だと日本国がですね貿易赤字になったとか経常赤字になったって言ったらみんなすごい心配するんですよね。だけどその地域においても同じことがあってその例えばまあなんとか調があったときに。 よく見たらエネルギーを買ってて、ですね、食料も買ってて、自分のところにいっぱいあるのに、でそうすると、要するにあの、調布、国富に対して、調布がダダ漏れになっているわけですけど、それをこういかに中で循環させるかっていうようなことかなと思うんですけども、えー、それではあの次に、えー、星野さんは、ですね、あのこれ、皆さんもよくご存知の通り、えー、地域で、えー、この、まあ、経済を回す主体の、えー、一つとして、ですね、まあ、大変活躍されて、そしてまた、 成功されてるんですけどもその星野さんからの目から見た地域経済におけるこの課題であるとかですねあるいは可能性みたいなところを少しお話しいただければと思うんですがありがとうございますあの、えっと、パネルディスカッションであのえ、まあ、シナリオのないパネルディスカッションというのは私はなんかこう目標にしてましてあの早速ちょっとあのシナリオからこう脱線していきたいと思ってるんですけど <laughs> えあの仙台であのスポーツの話題で。 あのシナリオから脱線して,て非常に盛り上がりましてで盛り上がった結果あの外部にストリーミングするはずなのが中止になりましてですね出せない話がいっぱい出てきて盛り上がったっていうまあそんなふうになるといいなと思ってるんですが今日今ちょっと関連する話でねあのその田山さんがおっしゃってるそのローカルアベノミクス東京一極集中じゃないそのアベノミクス効果っていうものをその地方にっていう話があるじゃないですかそうするとねか観光においてはねまさにねその 観光庁がここ45年でやってきたことっていうのはそのインバウンドっていうね外国から来る人が増えてるじゃないかっていうそれが国の政策の成果であるように言ってきたんですねただその,その背景っていうのは世界で旅行者が増えてるっていうもう今大旅行ブームになってまして、えー、と日本が増えてるのと同じシェアで世界中が増えてるわけですですからその日本だけが競争力を増したり我々がなんかあの強くなったわけではないっていう実は背景があるんですね でプラスですね外国から日本に入ってきている人がの消費が2兆円になったっていうんですけども、まあ、2兆円という金額だけ聞とすごそうに見えるんですが実は日本人が日本国内で落としている観光需要っていうのは20兆円あるんですよ。で,でその20兆円の部分を見ると実は減少していってるんですね。特にあの20代の若者の国内旅行参加率っていうのは過去10年間で10%ポイント落ちたんです。 ですからその外国人があの目標通り増えても日本人が減っていくとですねこれ人口減少で減っているじゃないですか参加率が落ちているんですよ、そうするとその効果というのはまあほとんどないんですよね、もう一つだけちょっとデータをお話しするとなんとインあの観光庁が今、一生懸命こう成果として発表しているインバウンド効果というのは実はトップ5都道府県トップ5都道府県でなんと全体の65%を占めちゃうんですよ、それも東京、京都、大阪、そして北海道なんですね。 で5番目はどこかっていうとなんと千葉なんです千葉,千葉成田とディズニーランドがあるからなんですけども広,広島じゃないんですであのということはあの今大谷さんの,あのツッコミで僕話してることは忘れちゃったんですけども <laughs> えええででいうことはそのあの僕はねその まずインバウンドだけに焦点を当てた観光政策っていうのがおかしいと、インバウンドもそれで一極集中になってるじゃないかと,で、えー、と、ローカルアベノミクスとか、それから地方創生っていうことは今、国の中で言われていて、そうすると、そ,それがねやっぱりあの観光庁の政策の転換につながってほしいって僕は思ってるんですけど、そういうことってこれから起こってくるのかってことをまずちょっとお聞きしたいなと思ってですね。ああどうぞどうぞ、はいあの、いきなりモデレーター役までやっていただいては、はいもう、ありがとうございます。 あのまずちょっとおさらいで、昨日の最初のオープニングセッションで言ったんですけど、新たな需要を作りましょうとで、それはその一次産業の6次産業化だったり、輸出産業化だったり、観光であったり、まあ、観光もインバウンドもあれば、国内もあるでしょうし、クールジャパンだったり、規制改革だったり、企業だったりするわけですね。で,できれば 経済合理性がある程度ある範囲で地産地消にしましょうそれは人材であったり食材であったりエネルギーであったり金融であったりという、まあ、大体大きな絵があるわけですよねでその中であの確かにゴールデンルート東京京都大阪みたいなあとはディズニーランドあと USJ みたいになってるんだけどあのこれからですねだからまさに地方創生っていうのは地方大競争時代なんで待ってるんじゃなくて自分たちの魅力はこれですっていうのをしっかり発信をしてください しかもインターネットの世界になってきているので例えば世界から人に呼ぶにしたって国内から人を呼ぶにしたってですね昔みたいに大資本っていらないんですよアイデアだけで SNS とか動画だとかいろんな組み合わせでできるようになっているのでまずはそれぞれの地域何が価値なんですかバリューなんですかとでそれをしっかり磨いてしっかり発信をしてくださいという流れに行くので。 さらに昨日瀬戸内海の中でですねまさにその観光のアライアンスを組んで瀬戸内海のゴールデンルートとかあと九州は九州であの七つ星みたいなのが出てきて九州の中のゴールデンルートがそれぞれが競争することによって国内の観光の循環であったりインバウンドを 思ってくるということになるので、えー、まあ観光庁はま一部なので、えー、大きな政府の流れとしてはそういう発想です。な,なるほどね。ただ観光というとどうしても観光庁が窓口で作っていただいたのは大きいんで、だからあそこのその中期目標っていうのはちゃんとこう計画があるんですけどね。そのその設定の仕方が変わらないと。 なん,かなんか私は今おっしゃっていただいたローカルアベノミクスの一部としての,その観光のね戦略としてちょっとずれがあるなっててどううしても感じちゃうんで今、その観光庁も含めて政府の目標をちょっと少し転換しましょうと。それで どっちにしろ人手不足なのであんまりたくさん人が来てもですね忙しくて儲からないみたいなことだよしょうがないのでもう人数じゃなくてですねやっぱり消費額なりですねそういったところに KPI を転換しましょうでできるだけ高付加価値化して少ない人数で儲けるような方向に誘導するようにちょっと数値を転換しようという議論を今していますはいありがとうございますはいありがとうございましたあのちょっと私も勝手にそのに関連して言うとですねまあ、今インバウンド広島でもすごい増えてまして広島の場合 にはあの、えー、欧米系のお客さんが多いんでもう明らかにあの増えたなっていうのはわかりやすいんですよねで非常に増えてるんでこれはあの私の政策の結果ということにしてですね <laughs> <laughs> やってるんであのまあそういうふうに逆に国内の,の国内の需要はどうなんですか国内の需要、ね、はい、あの増えてます実は三年連続で、えー、過去最高を更新をしておりましてでただ星野さんがおっしゃったように我々課題だと思っているのはこのまさにこの経済 地域経済と結びつけていく上では、今、その入り込み客数をやっぱり言ってるんですけども、それじゃだめだとで、おっしゃるように消費額をターゲットにしようと、でただ、消費額もターゲットにするっていうのは、これ、結構統計的にも難しいところがあるので、やっぱり実は、 宿泊なんですよ。宿泊をあの目標にしようということでですね、ある程度我々は設定しようとしてます。一、はいはい、点だけいいですか。ちょっとモダイさん喋るところなくてすみませんね。はい、大丈夫ですか。あのえっとえい一点だけあの実はですね、二十三兆円という日本の観光需要帯です消費額とおっしゃいましたけれども、二十三兆円という日本の観光 需要国内で落ちているこれインバウンドとこれ国内合わせてですけどもこれはですねなんと日本で5番目の産業なんですよ。ということは結構もうすでにでかいんですよね。23中でかいのにもかかわらず何で観光が地方の経済に貢献できてないかというと実はほとんどの事業者は利益を出してないんです。ですから僕らの業界の問題点っていうのは実は売上や需要じゃなくて。 実はその生産性にあるんですよねでそれ生産性はなぜ低いんだっていうと、まあ、いろんな理由があるんですけども世襲だとか同族だとか守られているとか、えっと、ちょっと不調なところが退場しないとかですねなぜ退場しないかっていうと地方自治体が助けてるからだとかですね。 いろろな理由がこうあってその市場健全な競争環境ができてないとかっていうことは理由なのかもしれないんですが実はもうちょっと僕はやっぱりその生産性っていうところに焦点を当ててほしいし生産性が低いから何が起こっているかとと非正規雇用が75%なんですよ正規がたった25しかないんですねですから生産性を高めればもっと給料が出せるしそうすると給料が出せるようになると雇用が増える。 でその僕は政策の一番の,そのキーポイントは23兆という国内巨大需要を持っている日本がその需要を分散してほしいんですよねつまりこれはまあシルバーウィークとありましたシルバーウィークは頑張ってるとこも頑張ってないとこも全部黒字なんですよでシルバーウィークの次の年は頑張ってるとこも頑張ってないとこも全部赤字なんですよねなぜかというと巨大需要をある1週間に集中させちゃってるんですよね でこれはフランスでもアメリカでもヨーロッパの国でも,もう地域ごとに休みを分散して取るというのはこれもう制度的にできているんですねですから僕はゴールデンウィークとシルバーウィークを実は北海道から九州まで5地域に分けてもう1週間ずつずらしてゴールデンウィークを作ってほしい。これ,これもう2004年から自由民主党の あの麻生内閣のじゃなくて小泉内閣の時から提言してまして、皆さん提,言する提案すると、なぜできないんだと言ってくれるんですけど、そこら辺もですね、いろいろ議論ありまして、ねええ、僕はあの政策の中心に、ぜひ休みの分散というのをです、ね、入れていただきたいなというふうに思っていますすいいですかじゃありし横入てでかちょっとですね、ちょ,ちょっとその前に、あのえー、実はあの小笠さんにコントリビューターとして来ていただいてまして、いやいやいや、ぜひですね、一言あの サッカーもこのまあレジャー産業、ある意味でいうと広い観光産業の一つだと思うんですよね、それで今、今治という地にあって、ですねえ頑張っていただいているんですけれども、ぜひ岡田さんからも、これも岡田さんも結構きついところを僕は引き受けてられると思うんですけれども、今までの議論を踏まえたことも含めて、ですねあの一言、何かたはいいもたにさんさ喋ってもい,いんだけど いやあの僕はもともと地方創生してこう日本をなんとかしようなんてそんな大それたことは考えてなくて、えー、きっかけはサッカーの、えー、日本が世界に勝つための型を作りたいとでどこでやろうかと思った時に、まあ、J リーグのチームだと一度潰さなきゃいけないとそれだったらか10年かかっても一からできるところということで、まあ、僕が 先輩の会社の役員で15年通ってた今治って,治ってところを思いついて、まあ、その先輩が持ってた FC 今治っていうのにやらしてもらえませんかという話をしたら、まあ、株を51%持ってと、えー、覚悟してやれっていうことだなという気がしてそれで、まあ、いつもそうなんですけど僕はこうフットワークが結構軽くて行っちゃってからあら大変なことやってしまったという形になるんですけど。 まあただ自分はその地方創生がしなきゃ義務感とかそうじゃなくてこっちの方が楽しいんですよねあの机に座ってなんかお抱え運転手でこう動いてるよりもこっちで自分で自由に動いてる方が楽しいと。で今治で楽しいからやろうと思ってふと見たらまあ15年前には大丸があったとこが更地になってて今治デパートがあったとこが駐車場になってると商店街も あれこんなに人通りなかったかなというぐらいいないとなんか FC 今治だけが強くなっても足元の今治市がこれ衰退していったら僕らも居場所なくなるよねとそれならどうせならみんなで元気になろうよとそして少年団二十、まあ、何チーム中学校のサッカー部十何校十二校かなで高校のサッカー部は6校とそれみんなにもう全員回ってですね一つのピラミッドを作りましょうと。 今治モデルっていうピラミッドを作りましょうとで,、まあ、できたんですけどそしてその頂点の FC 今治が強くなって面白いサッカーをしたらもちろんもう今たくさん来てますけどいろんなとこからうちにの育成に入りたいっていう子どもが来る、えー、指導者が勉強したいっつ言ってくるとでアジアからも来ます、えー、そういう人たちをおじいちゃんおばあちゃんになっただけになったようなところを今 JAA c に探してあ J かに探してもらってるんですけど。 そういういところでホームステイさせておじいちゃんおばあちゃんがスポーツマンの料理の勉強を始めたりまたは外人来たら英会話を始めたいと気が付いたらなんか妙に今治の16万5000の町がコスモポリタンでえ活気があるとなんかそういうイメージが湧いてきてえそういういろんな仕掛けをスポーツを通じてできるんじゃないかただサッカーだけじゃマス的に難しいえそんなの来たって知れてますから。 そうじゃなくて全てのスポーツの力でねこ,うこの町を元気にできないかとえそう考えると「健康とスポーツ」というテーマでスタジアムを作ったらスタジアムの中にえートレーニングセンターとデータセンターと治療院を入れてまあホテルうちはその公園法に引っかからないところでスタジアムができるんで作れるんで,でそういうとこを作ってトップアスリートを 試せとか室伏とかみんな年に1回そこへ来て全ての問題を解決させてチェックして帰るとそうやってトップアスリートが来るようになったらいろんなスポーツマンが集まってくるだろうと、えー、または今バーチャルで健康管理などをする会社がかなり出てきてると、えー、スマホでこういう運動をしなさいとかこういうのを食べなさいと、えー、写真何食べたって写真で送ると送り返してくる。 でも年に1回お伊勢参りじゃないけどリアルに今治に来たら健康チェックしてくれてトレーニング指導してくれて温泉入って自転車乗って帰れる、まあ、そういう宿泊施設をそういう会社とうちで共同で作ると各会社が作るんじゃなくてねそうして年に1回こうまあ交流人口をこう増やしていきなり定住は難しいと思うんで交流人口をそうやって増やしていくことによってスポーツの力でね 何かそういいうう元気にできないかと、まあ、そうやって僕もっといろんな妄想をしてるんですけどそういう妄想を語ってたら、まあ、人が集まりお金が集まってきて実はモタ谷さんもそうで田坂さんもそうなんですけどうちのアドバイザリーボードに入っていただいててかなりすごいメンバーがいてそのアドバイザリーボードがこう集まってこう話してるとものすごい大きな話になってきてですね、まあ、田坂さんがあの物理的には思いもと 動動かないいけどど人の心は大きいほど動くっって言った瞬間に話がバーンででまあこれからアドバイザリーボードでバリュニバーシティみたいな高校生とかに対する事業をやろうかとかどん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 その本来スポーツを起点だったんですけどこう構想だけは広がってきてるとまだ1年経ってないんですけど、えー、もうそうやって走り回ってる1年っていう感じですかね今。 ありがとうございますなんか素晴らしい実例を今お伺いしたような気がするんですけどもあのそういう中でも、まあ、お母さんっていうのはもう世,の世の人が全て認める大グレードリーダーの一人だと思うんですけど、まあ、こういう地域経済を考えていく上でやっぱりリーダーの存在ってすごく大きいんじゃないかと思うんですよね。あのそう誰かかそそういういいリーダーダがいたらそこからこの石を投げて そ,のそれがこう波紋のように広がってですねだんだん大きくなって人の心は大きいほど動くという田澤さんのお言葉ですから <laughs> 素晴らしいお言葉を聞きましたけれども茂谷さんすみません途中で遮っちゃったんですけどどうですかあのこの人の問題とかもええいや <laughs> 人のね今のお話なんかも含めて今ですねあの星野さんは生産性とおっしゃってそして岡田さんが話しておられたのはその そのお金に換算できない人の力をですね人育てるいわゆる人育てですね人育てをそのリーダーシップを持ってやっていくと上がその岡田さんがリーダーだってのうあるましその FC 今治が地域のリーダーのような存在ある種のメルクマールになってその下にその小学校までいろんしかもサッカーにかけずいろんなスポーツいろんな活動する人がああいうふうに頂点を目指すぞっていう風うなことでそのネットワークしながらつながる人づくりの地域を作りましょうって話ですで。どこが重なっているかというとう 実は生産性っていうのはその付加価値を人間で割ったものでして、インチキな人はその人を減らすことで生産性を上げようとするわけですけど、まあ、多くのダメな旅館がそうで、そうするとすごくさびれた雰囲気になってますますダメになりますね。で生産性を上げる方法は実は逆で、その付加価値を増やして、分子の付加価値を増やすと生産性が上がる。付加価値って何かと半分以上人件費です。で人件費以外はです、ねえー、っと地元に落ちる経費。 ですからそのガソリンを買うと付加価値に入らないです要すよそ言っちゃうんですけど地元の食材を使うと付加価値に入ります地元に落ちる経費なのでこれあのすごい経済の基本なんだけど全然これをなのでその町と仕事創生本部の政策っていうのはのそ,れそういう生産性の理解に立ってやってる政策なんですけど多分平さんもご存知の通り皆さんが生産性全然分かってなくて売上を人数で割ってるんだと思っててそれ人数さえ減らし上がるんだと思ってるので生産性なんか上げるなとかいうすごいめちゃくちゃな議論まで出てくるわけですが。 上げる俺は上げてると言って人びらしやってるだけのやつとかですね逆でして、えー、共通するのは結局そこにいる人を大事にしてその人たちが得られるものを増やしていけばいこうど付加価値が増えて生産性は上がります、まあ、スイスなんてちなみに人件費時給換算すると最低で2500円非正規がですよ2500円ですよで日本から1兆円の収支を黒字を稼いでますけど彼らは要するにすっごい高い人件費を払えるような産業だけ残すことによって その一つがまあ時計であり一つが観光でありっていうことなんですけどそういうことで付加価値が上がっていくと同じようにそ,のそれを維持するにはその他の人件費に値する人間がいなきゃいけないわけで価値,が価値っていうのはそのそれとうかその逆に言うとその人間がいなきゃいけないというか言わると,そう,いうことそういう価値を楽しめるぐらい楽しい人生を送ってる人はいなきゃいけないとお金のために生きてるんじゃなくてそ,のそ,そういう人がその増えていく地域にならないかなっていう循環であのどちらもその目先の金の計算から出てこないあの 本当の本当の未来だと思うんです。で、地方にはそれができるまあ豊かさがある,あるわけですよね。だから、あのそのそ,そというということだと思うんです。ただ、そのそこに至るところが全然気が付かれてないので、あの例えばそのみんなで一斉に同じ時にあれ、シルバーウィークにですよ。なんで中高年の人はこんな旅行をするんだと。僕正直思ったんですよ。頼むから中高年だけはシルバーウィークやめてって。<laughs> 退職者がどうして今動くんだ、まあまあまあ、それまいいんだけどあの要するにみんなにもっとゆとりのあるエリートであの中高年の人たちの一番の旅行ニーズは孫と一緒に旅行したいってことなんですよ孫の小学校の休みが重なっていればみんな旅一緒に旅行するってうそういうことなんですねすいませんその通りですよねあのそういうもっとゆとりを持って時間もその人間も使われてない資源時間だとかその農産物捨てられてる農産物とかこうゆとりある空間を全部豊かに使って暮らせるようにするにはということなんでそれが多分その館山市の資源だローカルアベノミックスだいろんな 今の話がが全部重なるととところだと思いいまますす、はい、ありがとうございますあの生産性を上げるっていう時にあに確かにコストを下げるという意味でその受け止められる人が多くて、まあ、そのためにせかせか働くとかねなんかすごいあの <laughs> 5分でやってたものを3分にしましょうとか、まあ、そんなことばっかりが生産性っていうふうに思われがちなんですけどそうじゃなくて多分その特に里山資本主義的な考え方から言うと価値をこれまで貨幣価値にあの大きな市場に乗らなかったものをその 市場の,この,あの循環の中に載せることによってあの価値を生むようにするとそうするとその分生産値が上がるっていうそういうことだと思うんですよねでも理屈では簡単なんですけど実際にはなかなか難しいと思うんですけど平先生どうですかあのいろいろご覧になっててそのじゃあどうすればいいんだっていうのは我々の悩みなんですけど。あの 企業なんかもですね投資をするときに財務諸表に乗らない価値って絶対あるわけですよねですからそういうところをどう顕在化していくかっていう話ですよねで昨日も話ありましたけどポンさんでしたねポンさんがやってるように例えば農産物をですねあの宅配で届けるんだけどそこにあるバックグラウンドとかストーリーとか生産者の思いを雑誌にしてそれを一緒に送るわけですよ で普通バリューはプライス分のクオリティだからクオリティ上げるかプライス下げるかなんだけどそこの分子にプラスアルファ思いとか志とかインフォメーションとかあそういうものは分子に加わるとバ,バリュー上がるんですよねつまりその情報自体がバリューになるということですよね。 価更に,がが、ね、にその生産者の顔が見えるだけってあんまり陳腐なんだけどその人の思いとかいろいろあって今じゃがいも作ってますみたいなストーリー自体がこうバリューにつながるんですよねだからそこはちゃんと評価をしましょうとだから財務諸表だけで見るんじゃなくてそういうの見ましょうと。ここの間あの私あの秋田県の仙木市っていうところを ドローントックにしてであとそこはその国有林が7割あるのでこれ使わせてもらわないとその地方創生なんかできないっていうんでそ,の豚のそれでその生ハムを作るということでしかもその豚の管理をですねドローンでやろうと思ってて今ですねでそういうことをいろいろ考えてんですけどそこに行って僕はその玉川温泉ってすごいいい温泉があるんですが私東京生まれ東京育ちでそこの温泉に泊まって一番 バリューを感じたのはですね露天風呂にこうやって入ってたらですねここに大きなカエルがいてガーガーなんか泣いてたんですそれ私35年ぶりぐらいにカエル見たんだけどいやーこれすごいもう価値でしたねもうだ,だから何が価値かっていうのは何が価値かっていうのはその人によるんで人によっても違う広島だと毎日カエル見えますね だからその東京を目指す必要は全くなくてそれで何が価値かっていうのはそのいろんな人やっぱり外国の人とか若い人とか外から来た人を入れて何が価値かっていうのを見つけてそれをしっかり発信をする努力をするとでさらにさっきも言ったようにウェブの世界になっているので工夫1つですよね、今、動画なんていうのは一緒にして世界に広がりますね、私世界に行ってよく言われるのが号泣県議って言いましたよね、号泣県議。 あの話をどこ行っても言われるんですよ日本の政治家すごい人いるねって世界中で,でそれはなぜかっていうと面白いから世界中にあの広がるんですだからそれは考えようでですね本当に各地域の価値っていうのをうまくやれば世界にすぐ発信してそれを見た人があのその地に訪れるってことがあるんだと思います。 価値っていうのは本当にどこにでもありうるしそれをまあいかに見つけてでしかもそ,のそれを価値と受け止める人にその情報を届けるかということかなというご指示だと思ったんですけど北条さんそれを多分実践されてると思うんですが、ね。やっぱり経営者っていうのは、えー、あの財務商標に乗らないものは見えないようになってるんですよ。 ですから何をやっても価値であれば最終的に財務省に乗らないと困るなという,ふうに思っているんですけどちょっとねさもうあの全体討議に行かなきゃいけないんですあので最後なのでもう一回、あの僕、ちょっと逆に質問したいんですけど、ね、あの田橋さんがおっしゃっているのはやっぱり僕はすごく正しいところがあって、えー、と国がどうこうの前にその地方とか民間自ら努力しろよとここういうういととなんだと思うんだ思ですよねで努力して発想を持ってやろうというところにはサポートしますと。 国主導というよりもその自分たちでまず立ち上がれってことをおっしゃってるんだと思うんですよ。で僕はねそれはすごく大賛成なんですけど立ち上がるにはリスクがあるんですよね。でリスクがある時にはやっぱり健全な競争環境をね担保してほしいんですよ。でそれが意外にできてなくて例えば休みの平準もそうだしいろんな政策っていうのはやはり 既得権のある人たちをやっぱりある程度無視してでもね健全な競争環境を作り強い産業にしていかなきゃいけないでそういうことに対してね知事とか地方の,その組長さんたちが意外にね消極的なんですよねこう反対する人がいるから、ね、農業だって観光だってあのホテル協会とか観光協会なんていうと大体そのうまくいってない人たちの,があのやめてくれとまあ我々表見ますからね<で>、はい、そうだから休みの平準かなんかね 知,知事がもっと国にねこれやってくれというふうに言ってほしいんですけどねそ,そこにこう踏み切れるかどうかが僕は逆に地方の政治家が問われてるんじゃないかなと思うんですけどそこは湯崎さんどううですすかい <laughs>、えー、いや,いやありがとうございますあのもう私はですねそ,のそういう声が上がればすぐにこの右に向いてそのと言います。はい あのすみません全体いいんいすぐ終わりますけどなん、はい、でできないんだっていうのをこう何回も繰り返してもしょうがないのでじゃあそれを実現するプロセスをどう作るのかということで,で一つやっぱり有効なのはトックなんですよね。でトックで、えー、結局民間や自治体からアイデアをもらってそれを民間や自治体が規制省庁と交渉するんではなくて、まあ、石破さんなり私なり小泉さんなり政務三役が規制省庁と交渉をしてですね 穴を開けていくとそろそろあの全体討議ということで,で、フロアからあのご発言をいただきたいと思うんですが、ちょっと時間も限られているので、3人ほどですね、まずいただいて、それでこのちょっと振っていきたいと思うんですが、どなたかご発言されたい方、はいじゃあ、お1人、お2人、もう一方、いいいらっしゃいますかはいはい、ありがとうございました。えー、とジャランンリサーーチセンターの加藤と申します あの旅行を盛り上げてあの地域活性したいと心から思ってます、えっと、あの平様にあったあの地方創生っていう単語と,えと星野さんがおっしゃったこう休暇分散っていうところを組み合わせてちょっとこう批判より提案でということで一つあのご提案したいんですけど例えば地方創生って今期2500億円の予算がついて例えばふるさと旅行券という地域振興券の旅行版のようなものがあの全国で あのお得に旅行ででできるるととといいううこれれて思んですがあれどうしても人期券に集まってしまったりえと夏休み、冬休みに使われてしまったり1年目それでいいかもしれないんですけれども例えば来年、再来年とかもし予算措置がつくのであればですね例えば東北えエリアごとにあの地域をずらしてでそれを休暇政策とセットとしてであの学校はできれば えっと、東,北は東北の学校はあのこの日はお休みというかこの週は例えばお休みでお父さんお母さんはどうせ多分有給使い切れてないでしょうから、まあ、そこはちょっと厚労省とも協力してワーク・ライフ・バランス推進みたいな形で無理やり国の休日にしなくてもですね えっと、地域ごとにディスペンシ,ションごとに、こうお得に旅行できる地域が全国だんだん北から南に移っていくとか。何かそういう、こう、えー、仕掛けはできないものかなと、あの、ぜひお考えを聞かせいただきたいなと、皆さんの思いまして、ご提案です。はい、ありがとうございました。じゃ、あ次お願いします。あの、京都の三好にから、吉松山です。あの、私も提案なんですけど、あの、私は、あの、小学校、中学校の。社会科の教科書を書いてほしいんです。で。 あの皆さん、学ばれていると思いますけど雪国の暮らし、雪がすごい、冬は出られない離島の暮らし、えー、が学校がない、えー、お医者さんがいない、それ、たぶん全日本国民共有していると思うんですよで、そういうイメージの中で育ってきた私たちが、そのさあ大人になって、えー、里山で、えー、仕事をしたいか、たぶん絶対しないと思うんです。で その最近の教科書も見ましたけれども、まあ、私たちの時よりは多少マシになってますけれども、まあ、ほとんどこの子どもなわしにしかなってないんですねでやっぱりその今のこの子どもが少ない世の中でそういう悪いイメージしかないところに働かす子どもを働かせようっていう親も多分出てこないと思うんですよですからその、まあ、半分とは言いませんけれども まあ3分の1ぐらいはその教科書を読んで、あ地方に行ったらこんな素晴らしい人が、こういう素晴らしい人がいて、ワクワクできて、かっこよくて素敵だと思わせるようなこの記述をしてです、ね、ぜひそ,そういうところから変えていかないと、私はあの全体として変わらないと思います、ですから地方の,このイメージをぜひそういうところから変えてもらいたいというふうに思います、はいありがとうございました。それでは3つ目お願いします、はい えっと、福島合図から来た本田です、えっと、私も地方いろいろ行きながらつくづく思うなんですねこのやり方がうまくいったっていうと、なんで今後、見事にみんな真似するんだろうかと、いい意味での真似っていうのはいいんですが、特徴が一気になくなるし、早く飽きてしまうし、なんとなくその頑張ることへの疲弊感っていうのがすごくあるなと、そういう意味で特区っていうのを作っていきながら、地域が大きく手を挙げたときに個性を出していくっていうのも重要だと思います。で、里山資本主義っていうところでは、自分たちでやっていこうって思いが強くなればなるほどですね。 こう、やっぱり外のノウハウも入れたがらない。傾向もやっぱ地方の傾向としてある。先日、あの原発再稼働って言われてる。その高浜にあのロケーションとしてはすごくいいので、京都の秘書地として盛り上がってましたが、アクティビティを増やして夏以外人入れようって、それで頑張ってる沖縄の人を繋いだんですよね。で、そこで今のトレンドって考えて良さを出すならばグランピングだろう。っていうんで、新潟のスノーピークを連れて行って繋いでったわけですね。この中、地域がそれぞれ本当に得意としているものを大きい目線で。 みんな共有していこうじゃないかっていう、誰かハンドリングをしていくなり、その特化をしていったものをさらにつないで、ローカルの人はやっぱりこうトレンドに便では正直ないので、そこを誰が見立ててあげながら引っ張っていくかっていうところが、やっぱりとっても推進役としては重要なんじゃないかなと思っていますはい、ありがとうございました。あのそれではでは、ね、時間もあるので、えー、と休暇をずらして あ休暇をずらしてというか、あの地域振興券というか、旅行券ですね、これをずらしてやったらどうかっていうのを、平良先生と,あの <laughs> 先生と、えー、星野さんにお願いをして、でえー、っとあと、平良先生にはあの、教科書の話も、えー、お願いをして。 大、えっと、谷さんには、なぜマネするかっていうところですね、それをお願いできればと思いますあの地方創生の補正予算で,です、ね、商品券とか旅行券って作りましたけど、あの現実はです、ね、あれ地方創生というよりは、消費税5から8に上げて、消費が落ち込んだので、それを支える政策なんだけど、次のタイミングは8から10に上げるときだと思います、ただこれ、消費喚起策なので、やっぱり使い勝手がいいっていうのも重要なんですよね。 使いいににくくくなるわけでですよその政策で無理に誘導していくとだからその使いやすさと分散化とどう両立するかって次のタイミングがだから来年の年末ということになると思いますであの教科書の問題ですが確かあのあのそう思いますただちょっと教科書は私文句はあまり触ってないんですが一つやろうとしているのは今年国家戦略特区の形で地方創生特区って新しいカテゴリーを作ってで近未来技術実証特区っていうのを作ったんですね。 で私はそこでやろうと思ってるのは離島とか中山間地に近未来技術を総動員をして自動運転レベル4の人が運転をしてないレベル4のコミュニティバスだとかドローンだとか遠隔医療とか遠隔教育とか使ってものすごいなんかかっこいい近未来の田舎を作りたいなと思ってるんです。で次ののの法法改改正正でで、一応出そうと思ってるのは、薬事法の改正で 薬剤師さんって今手渡しじゃないと薬渡しちゃいけないことになってるんだけどこれテレビで服薬指導ができるようにするんですねでお医者さんも1 6キロ離れたとこ1 6キロ超えるとですねその往診できないとかしにくいとかいろいろあるのでこれも緩和をしますそうするとお医者さんのいないとこでもお医者さんがテレビであのまあ診断をしてそれで薬剤師さんがそこで服薬指導をするとドローンがちゃんと持っていくとかまあそういうことが結構できるようになるのでその見える化はですね そのわくわく感をですねあの全然もう離島でも中山間地でも逆にそっちの方が面白いい,いろんなことができるというようなのはぜひ見える化をしたいと思いますちょっと教科書の話は宿題で持って帰らさせてくださいはい星野さんお願いしますえあのえあの先ほど言いましたように日本の観光の問題点というのは利益率であり生産性であるとでその生産性を高めるためにこの23兆というすでにある巨大な需要をどう生かすかというのが 観光政策のテーマであるべきなんですね。で、そうすると二十三中っていう巨大な需要が一定の百日、さっきの土日とね、あの休みの日だけ言って百日しかない百日に集中しているものをいかに三百六十五日に分散するかっていうのがもう最大テーマで、これをもう政策にあの掲げてほしいと思ってます。最後ちょっと十秒だけで、さっきあの質問していただいたジャーナの加藤さんっていうのは、あの雪まじナインティーンっていう、えー、あの全国のスキー場で十九歳をタダにしろっていうふうに。 言い出します一番最初に僕のところに来てですね19歳をタダにしろって言われてじゃランは一銭も出さないくせに <laughs> スキー場側が19歳をタダにしなさいとそうすればあなた方10年後はね必ずマーケットができてよくなるっていうことをありえないと思ったことを本気で言い出した人でそれを実現しちゃったっていうであのそのパワーを見ていて僕は最初に乗んないとまずいなと思って乗ったんですけども <laughs> あのそ,そういう方あの彼女みたいな発想がやっぱり。 あのもっと政策のところにこう声としていくといいなというふうに思っていいいままますすすはい、ありがとうございます本谷さんお願いしますあの先ほどのお話、コメントですね、その抽象的に言うとその、全国同じことしててその、取り合いをしてるだけ、やっぱ人の取り合い、産品の取り合い、マーケットの取り合いしてるだけで、アップサイドあるんですかっていうですね。 多分全員が考える、すごい根本的なことをおっしゃっているんですよ、それと同時に、あのそうだけど、その、かくして、ノウハウを交換していくと、まだ伸びる余地はあるんじゃないかということをおっしゃってたんですが、実は地方創生ってアップサイドが大きいんですね、なぜかっていうと、その私、年代言ってるのは、日本のいろんな問題っていうのは、金がないんじゃなくて、人が減ってることが最大の問題なんですよということを言っています、まあ、そこにさらに金を、まが、若い人の収入が足りないこともあるんですが、あので人が減ってるのはなぜかって、出生率が1.1しかない東京に、若者をそのイメージで集めるからなんですね。 実際に,はこにいろんな人がおっしゃって、この間、増田さんも言っているしあの、彼が言ってますよね、あのえっとえー、創生、あのえっと、もうだめだもんまあまあ、まあえっと、いろんな人が言ってるんですが、要するに東京の出生率が1.1ということは生物生態系として死んでるわけで、つまり希望が、生き物として希望がないから1.1しか生まれないんですよ、つまり子供の将来ないと思ってるからそうなるわけで。 そういうところに集まらないと、しかし俺の人生が成り立たないから、子孫を残せねえけど、東京行くべっていうこと自体が、生態系として絶望した生き物に集まるです、おかしいわけです。で、今、地方に行くと、ざらに出生率2個を超えてるところがあるわけです。広島からたった1時間行った島根県温南町なんて2.65です、えー。大きい町でも長崎の佐世保なんて1.82です沖縄は今全体が上がが上上っってきててきもう2近くまで上がってまです。 いっぱいそういう希望あるのに、みんながなんか東京と大阪に筆則してるんですね。で、地方の可能性を感じて、若者が移り住むと、実は日本の人口減少、明らかに今のペースでは進まないですよ。変わってくるんです。で、それがアップサイドになります。で、さらにですね、それをもちろん、インバウンドで外国人に売るともさらにアップサイドになるんですが、星野さんが言ってるように、あの付加価値を上げる方向で努力をして、都会の金をだけ貯めて30兆円毎年残して死んでる年寄りが、死ぬ直前に使ってくれるような行動を喚起することで、 さらににそれがアップサイドになるわけですだから地方創生はアップサイドの塊です逆に都会に人を集め続けるというのはものすごい日本のダウンサイジングシステムです。ということであの現に今広島ではあの時事になられてからものすごい変化が起きていて大崎上島という橋が唯一かかってない島の人口が転入超過引っ越して入ってくる人が増えそれから北広島っていう一番寒い まあ、あの本当信州の奥みたいなところの天乳長官に今なり手前のもう地道にコミュニティ作りだったら秋高田が天入長官になりあのものすごくですねその横の秋太田は全然だめなんですが続々とその差がつきながらも伸びるところがどんどん伸びていますでそういう動きをですね全国で作っていくっていうのは里山資本主義とも言えるしローカルベルミクスとも言えるし実はその鍵になってるのが観光と地産地消であると生産性向上であるとも言えるわけでさらに一つだけ言うとそれはですね含みなんですね。結局 目先の今日のバランスシートだけ上げるんであれば地方に人をかえっぱがして東京にのマンションを買わせた方が経済成長するんですよ今日のバランスシートはでそれ実は単に含みを食いぶしてるんですね星野さんも分かってる自分で言ってましたけどそれでうちのバランスシートどうなんの PL どうなんねんっていやそれは申し訳ない含みを絞り倒して今日の PL を増やしてる行動をとってるのか今日の PL をちょっとだけ我慢して含みを増やしておいてその含みでもって将来の利益にするのかつまりバランスシートの数字の背景に 将来の利益が経営者にしか見えない将来の利益が見えるだけの経営があるかということが問われているで大企業のサラリーマン社長はないんですよ皆さんにしかないんだと僕は思っています本谷さんは新州の奥みたいなって言い方だけはやめてほしいんです <laughs> まあ、ね、軽いじゃん泥が凍結して選びに行ったことありまして <laughs> ありがとうございましたあのもうですね残り一分になったんで えまあ簡単にまとめちゃいけないんですけど、もうすごく一言だけでまとめると、そのイメージを変える、イメージを変えるって、僕、大事だと思うんですね、生産性、そしてまあ今、もた谷さんからありましたけど、投資ですよね、えー、まあそれから生産性を上げるためのこのバリューを見つけると、どこにバリューがあるのかっていうのを見つけると、でそれを発信する、そしてあの岡田さんからご指摘いただきましたけれども、それをこう、キャリーオンするです、ね、このリーダー。 そうですねまあ、こういうところがキーワードかなと思いますけれども、えーまあ、なかなか答えのあるもんではありませんが、みんなと一緒にです、ね、また頑張っていければと思います。えー、ということで、あのパネルのお三方にです、ねえー、拍手をお願いします、本当にありがとうございました。拍手